2015明治安田生命 J2 リーグ第29節セレッソ大阪対 FC 岐阜大変サポーティングマッチ。本日の審判団は主審松尾はじめ、副審須原武史、小倉剛、第4の審判員大原健也、審判セッサー田中健二、マッチコミッショナー川島健、続きまして FC 岐阜選手を紹介いたします。ゴールキーパー22番沖縄聡、ディフェンダー2番阿部正則、34番渡辺正樹、20番岡根直也、17番野外都俊、ミッドフィルダー39番風間光也、15番ヘニキ、41番青木翼、6番高知刑事、44番砂川誠、フォワード24番南波博明、レザーブ21番大高久慈、3番高木和道、18番藤井勇気、8番宮沢雅史、25番清本匠、9番ジウシーニョ、33番レオ・ミネイロ、監督ラモス・ルイ。そしてセレッソ大阪監督は